ニジネカムスクの紋章、ニジネカムスク、あるいはトゥバンカマは、ロシアのタタールスタン共和国中部にある都市、ニジネカムスキー地区の行政中心地でもある。鎌川の下流の町という名の通り、鎌川下流の左岸に位置している。近くでブヤトカ川が鎌川に合流している。タタールスタンの首都火山からは東へ240キロメートル。最寄りの町は、 それぞれ2 5トル離れたエラブガとママリシュ。鎌川上流方面の3 5トル東に離れた場所にはナーベレジヌイエチルヌイがある。成立したのが1960年代という若い工業都市であるが、2009年の推計人口は22万6000人と、タタールスタン共和国でも有数の大きな町になっている。 人口は2002年国勢調査で225,399人。1989年の段階では、タタール人が46.5%、ロシア人が46.1%、チュバシビトが3.0%、ウクライナ人が1.0%、バシキール人が1.0%という民族構成になっている。ニジネカムスクの中央モスクエラブガからニジネカムスクの コンビナートを延奏するニジネカムスクの街ができるきっかけは1950年代以末にソビエト連邦政府がタタールスタンの油田の原油を用いて欧州最大級の石油化学コンビナートを作ろうと構想したのがきっかけであった。1961年、鎌川下流のこの場所に大規模な石油生成所と石油化学コンビナートが建設される際、建設労働者のための集落として、 ニジネカムスキー労働者。ニジネカムスキー労働者集落は1966年に市の地位を得てニジネカムスク市となった。コンビナートは1967年に完成し、工場労働者の流入により1970年代半ばに人口は10万人を超えている。ニジネカムスクはタタールスタン共和国においては、 首都火山及び自動車工業都市ナーベレジヌイエチェルヌイに、次重要な産業都市であり、ロシアの石油生成の中心的な場所の一つとなっている。主な雇用主は、この町に本社を置く石油生成、石油化学製品製造大手のアを、ニジネカムスクネフテヒムであり、その他にもいくつかの生成所、石油関連企業、自動車、タイヤ工場、 発電所二つなどの産業が集積する。鎌川の河市には河川港があり、鉄道やベギシェボ空港もある。市内交通は路面電車やバスなどが担う。ニジネカムスクを本拠とするアイスホッケークラブにネフテヒミクニジネカムスクがあり、コンチネンタルホッケーリーグに所属している。ニジネカムスクは多くのアイスホッケーのプロ選手を輩出している。ありがとうございます。